私たちの命を守ってくれるここに何かがきっとあるんだと思うんですよね。でそういうことをやっぱり証明していきたいなって、この暮らし、こういうその自然に負荷をいかにかけないで持続していけることをね、きちんとこう考えて暮らしていくっていうのがいかに大切なことか。でこんなにだって緑がある豊かな国でエネルギーがないとか、食料が自給率 4割しかないとか、もったいなすぎるっていうか、 これをもっとみんなで生かそうよっていう、そのねアイデアを出し合って未来を作っていかなきゃいけないっていうか、そういうノウハウを持ってる人たちいっぱいいるので、そういうネットワークを広げていくことを今してます。日だまりの子供たち、とても豊かで、今まで私たちが感じていたお金で全て買わなきゃいけない東京とは違って、ここにはもう食べるものがもうこう、今は春なので山菜がいっぱい取れるし、本当に豊かっていうのはこういうことを言うんだろうなって。昨年のね3月11日に始まったものじゃない、もっと昔から私たちはいろんなもの、いろんな毒にね侵されてきていたんだ、知らないうちに。でも生きてるんだっていうね、その命の力、生命力っていうものはまだまだこう未知であって、可能性がある。それさ、1本さ離れちゃった。この先5年10年経って子どもたちにどういう体の変化や影響、病気、この解決できない病気が出てくるかどうか、それはまだ今わからない状況なんですけれども、もし出た時にじゃあどうするかを今小さい子を持ってるお母さんたちと一緒にいろんな提案をしています。アイデアを出している。人って忘れちゃうんですよね、本当に。時間が経つともう昔のことで、未来の中にその過去の過ちというのをきちんとこう学んでいないなっていうところがあって、で日本はすごくそういう意味で、戦争のこともそうだし、その後やってきたことに対しても学んでいない、犯してきてしまったことに対して学んでいないなっていう、忘れさせられてきたなっていう気がして、でそれを今私もそうだし、子どもたちにもその日本の過去をきちんと、何をしてきて国なんだっていうことをきちんと教えて、じゃあ今どうしたらいいんだろうっていうことをみんなで一緒に一つになって考えられるような国にしていかなきゃいけないと思うんですよね。行きます。あ、ごめんなさい。いや、全然飯舘村というところはものすっごい素敵な、もう美しい村 で黒い牛を飼う人たちがいて、お米を作り、エネルギーも自給しようとしていた、とても素晴らしい村だったんですけど、今は放射能の、なぜだかそこにものすごい高濃度の放射性物質が降り注いだホットスポットになってしまっていて、ね、でもふるさとに帰りたいという人たちの思いっていうのはものすっごく強くって、で私はある雑誌を手に取った時に、102歳の飯舘村のおじいちゃんが避難所で自殺をしてしまったんですよね。102歳のおじいちゃんが家に帰りたいっていう、で102歳のおじいちゃんがじゃあ放射性物質の降り注いだ土地で暮らしてすぐに亡くなってしまうということはもうないと思うんです、内部被曝や外部被曝があるかもしれないけれども、102歳まで生きたのに102歳まで生きたのに自分から命を絶ってしまったということはとっても悲しいことで、
私の父がね、楽しくなければ人生じゃないっていう言葉を、まあ、本で残していて、でそうだよなって思ったんですよ。やっぱ生きていて楽しいなと思える時間がどれだけあるかっていう。で私は、まあ、東京で生まれ育って、でもこの里山に来て今すっごい楽しいしで食べるものは美味しいし、で幸せって思える瞬間がどれだけ私の人生の中であるかなっていう。でそれを、そこを大事にしていきたいなと思います。ぜひこういう場所で暮らす決断を皆さんしてほしいって思います。まだまだ残ってるし、今なら間に合うという思いですね。これ以上爆発したらわからない原発がね、うん、だけどここにきっと何か答えはあるはずと思います。え、呼んだ？はい、あのさ、はい、